After Six Junction 2。日本国民のお気に入りボールペンは一体どれだ。第13回 OKB48 総選挙結果発表。フレちゃんのね、これももうテーマ曲みたいになってるね、なりましたね、ありがとうございます。素晴らしい、ということでクレバさん、2005年のヒット曲国民的常時に乗せてお送りする行事に乗せてお送りする国民的常時っていやらしい国民的行事に乗せてお送りするお気に入りボールペン総選挙、通称 OKB48 総選挙、その第13回の結果を発表していきます。はい、結果を一緒に見届けるゲスト、この方々でございます。まず一人目は文具王こと高畑健正之さんです。はい、よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、主催でね、はい、いただいていただいております。ありがとうございます。公式スポンサーです。はい、文豪がいなければできてないわけです、本当に、本当にありがとうございます。ということで改めて文豪のご紹介、日比さんからお願いします。はい、テレビ東京の番組テレビチャンピオン全国文具文房具通選手権で3連覇を果たし、文房具の王、文具王に即位されました現在は文房具情報サイト文具の扉で編集長を務めるほか、ご自身の YouTube チャンネルにて毎日文房具情報を発信しています。そして書籍も多数執筆されており、最新刊は昨年11月発売、はい、人生が確実に幸せになる文房具100を出されています。そしてこの OKB48 総選挙では運営費を自腹で賄う個人スポンサーでいらっしゃいます毎年大赤字です。いや、これちょっともうなんかクラウドファンディングとかなんかこうスンスン氏とかなんかあってもいいんじゃないですか、参加者のどいつもこいつもただでそんなこのボールペタ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 ボールペンかけやがって、ね、感謝しろねえ、でもちょっとちょっと考えましょうこれ。お賽銭箱とか置いときますかね。そう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 、でもスン氏ありじゃない。確かに P が考えるべきことよこれ。古川さん、確かに金を稼ぐのはプロデューサーに役目です。そう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 、第13回にしてそれクラウドファンディングって言葉が今はっきりと頭の中に入ってきました。なんかお礼しないとちょっとね、それはね。はい、そして、お二方目のベストはもちろんこの方、ラッパーのクレバさんです。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。説明不要、クレバさんのご紹介も改めてしておきましょう。お願いします。はい、1997年キックザカンクルーの一員として活動した後、2004年にソロとしてメジャーデビュー。日本を代表するラッパーの一人であり、また文房具を愛してやまない文房具ラッパーとしてこの企画には今年で5回目のご参加となります。公式になりました。ありがとうございます。頂戴いたしました。そして最新シングルは今後ろで流れている昨年9月リリースのシングルエクスパート。はい、そして2月の14日バレンタインデーですね、うん。水曜日に発売される三浦大知さんのアルバムオーバー収録の前回にも客演されています。はい、またまた大知くんと。そうですね。歌丸なくしてこのコラボ。ああ、まあ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 。で同じ。もういいだろうそれ。うん、でも大知くんともう結構何曲目だ。何曲目だろう。分かんないですね、うん、だけど、ね、大ちゃんの作品に呼ばれるのは本当に久しぶりで、あ、なるほどね、うん、全力でやりました、うん、めっちゃ楽しみにします。そして今年はありがとうございます。ソロデビュー20周年ということで。そうなんですよ、おめでとうございます。20周年まさかの新人クレバから、はい、OKB の、 あの公式ペーパーの新模試でも20周年ということで、まあ何かしらそれ20周年ではあるけどなるほど、それがねこの OKB の公式試し書きペーパー、はい、新模試と、はい、一緒です。同期おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、というクレバさんでございます。はい、クレバさんテキーラ特集もねいろいろお世話になりまして、ありがとうございました。あのスタジオにも常備してあって、なんか要所要所ではテキーラ飲んで、うん、やってくださいってことでございます。ぜひやってください。はい、そしてやっぱり毎年 OKB でもお世話になっているというクレバさんでございます。改めて OKB48 総選挙とは一体何かね、はい、来ました。ありがとうございますOKB48 総選挙の総合プロデューサー、私番組コース作家の古川でございますので、ね、ちゃんと動けよっていうことが判明しましたね。クラウドファンディングですね、しっかりプロデューサーしっかりと覚えましたお願いします。はいはい、OKB48 についてのご説明は私の方から簡単にさせていただきます。はい、OKB とは、お気に入りボールペンの頭文字をどうにか取ると OKB となります、はい、2011年にもともとは雑誌の企画としてスタートしたものです。で、中身はですね、日本でまあ比較的手に入りやすいボールペンをまず48本運営委員会の方が選びまして、その48本の中から皆さんに好きなボールペンに投票してもらうという、まあ、ボールペンの人気投票企画でございます。投票期間、毎年やってるんですけども、10月1日から12月いっぱいの大体3ヶ月を、この投票期間として設けています。はい、
そして、特徴はですね、投票方法に2通りの方法があるということです、うん、ウェブ投票というのがまずありまして、これは48本のリストがこうホームページに並んでいるので、その中から好きなボールペンを5本選んで、うん、さらにその中で一番おすすめのものも選んで、投票するというのがウェブ投票ですね。でもう一個、これが特徴なんですけども、握手会と呼ばれている試し書き投票会というのをやっています。これは実際に48本のボールペンを今スタジオの方にもテーブルに並んでますけども、このように48本のボールペンを並んで実際に皆さん試し書きしてください。でその上で、5本のボールペンを順位をつけて選んでくださいというものでございます、うん、はい。で、このウェブ投票と握手会という2通りある意味はですね、このちょっと結果の傾向が異なるんですね。やっぱりね、ウェブ投票だと皆さん普段から使われてたり、広く使われがちなやつが入りやすいです、ね、おっしゃる通りです、はい、知名度とかそれぞれもうすでに使ってるよってものが票を集めやすい。対して握手会っていうのはその場で初めて知ったボールペンとかで、あ、書いてみたら意外といいじゃんとか、あるいはこうパッと書いてすごくその魅力が伝わりやすいペンみたいなものがやっぱありまして、うんうん、そういったものが上位に来る。だから誰も知らなかったような新人がいきなりバーンと上に来るっていうことが起こりうるのが握手会。この2つの表をミックスしてやるのが OKB の特徴でございます、はい、でこのちなみに番組でもですね、この放課後ポッドキャスター放課後ポッドキャストのですね第10回において、はいはい、歌丸さんであるとか、あと保坂あかりディレクターであるとか、保坂さんが初めてね、はい、握手会全部やってましたね、参加したりとか、イーサンダーデンっていう謎の男もこの握手会にはこう参加しているのでですねこれ第10回ぜひこれ確認していただきたい、ね、口に出される予定じゃないラジオネームラジオネームインサーダンデさんもね、本当にダサいなっていうことなんですけどでそんなことないよそんなことないよ。でこれ2011年からやってるんですけども、今回の特徴だけ簡単に言っておきますね、はい、第13回はですね、近年ずっとコロナ禍でですね、この握手会っていうのを中止だったり縮小していたんですけども、今年すごい頑張ってすごいたくさんやりました、はい、なのでですね、全国のですね8都道府県21会場で、はい、投票数この去年から200票アップして、844票の握手会票というのがありました。現場に来た人で、現場に来た人です、ウェブ投票に関しては47都道府県海外5カ国からの投票があったので、これは全部で922票、はいはい、ということで、総得票数は、1766票で、去年の1699票からちょっと増えているという感じでございます、うんうん、いやでもこの劇的な握手会数、ね、はいはい、当然コロナ禍がちょっと落ち着いたっていうのもあるんでしょうけど、ね、やっぱりでもそれによって当然結果、これ文豪、はい、その可能性はありますよね、予想されますよね、はい、そうですよね、うん、はいはい、ということで非常に楽しみでございますという第13回の注目ポイント、古川さん、はい、はい、これまず大前提として皆さんに知っていただきたいのはですね、うん、第1回目からずっとジェットストリームという三菱鉛筆の油性ボールペンが1位なんです、うん、もう今一番その手に入りやすいボールペンの一つでもありますし、はい、コンビニでもどこにもあるし、はい、そしてやっぱりそのなんていうか低粘度油性ボールペンとしてスラ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 書けるっていうところ、はい、書くとね、うん、あ、やっぱいいわっていうことになるんですよ、ね、でもとにかく絶対王者すぎなんだよね、はい、そうなんです、はい、だから殿堂入りでいいんじゃないかとかいろんな議論があるんですけども、うん、まあ、我々運営委員会としては必ずこれ残しておこう、でもいいとこまで来るのが、うん、ね、たまに来るんですよね、そういうことなんですね、はい、うん、ということでまず一つはジェットストリームが今回13連覇するのか、いつかこれが陥落する日が来るのかっていうのがまず見どころの一つ、うんうん、はい、であとですね、これ前回それから近年のもうトップ10全体をただ見回してみると、うん、ジェットストリームというさっき言った絶対王者は油性インクのボールペンなんです、うん、ところが残りはですね過半数、去年でいうと例えば5本はいわゆるゲルインクと呼ばれているインクのボールペンなんですね、うん、で残りが水性インクだったりする、うん、つまり、ボールペン全体特にトップレベルのものになってくると基本的には今脱油性という、うん、はい、ゲルインクの方がどん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 こう増えているというような状況があると、はい、うん、特徴としてお願いします。いや、まあ、やっぱりゲルインクはそれぞれ特徴を出しやすいので、うん、色がいいとか、そうなんですよ、色がいいとか滑らかさもいろいろあったりとか、まあ、太さが違ったりとかいろいろできるので、うん、なんか戦国時代みたいな感じの群雄割拠の状態になっていて、まあまあ、ゲルインクの中で、まあ、お互いを潰し合ってる状態っていうのもあるわけですよね。レベル高い、まあ、そういうなんかところもあるので、まあ、そこがやっぱりそのジェットストリーム対ゲルインクみたいなところも、まあ、ちょっと見どころかなというふうには思うんですけどね、うんうん、そうか、ある意味油性の牙城をね、ジェットストリームが一人でこうやって戦って、うん、束になってゲルがこうかかってくるところに来てて、ね、みたいな感じの、はい、面白いところがあるかなと思います、まあ、ゲルの時代が来てるよと、はいはい、そして3つ目のポイントとしては先ほどまで言ってる通り握手会というのをとにかく頑張って増やし
ましたんで、うん、この、握手会今回844で、ウェブ投票というのが922ということで、うん、こんなにこう近年ですね握手会とウェブ投票の票数が拮抗した回というのはないんですよね、はい、なのでそれが、最終的な結果にどう反映するのかっていうのが、まあ、我々も本当にずっと見どころだと思っていたところですし、はい、皆さんにも注目していただきたいところです。1票のあごめんなさい1票の重みは一緒なんですよね。これね変えてるんです、はい、握手会の方が、票が重いっていうことになっていますよ、はい、それがいいよ。細かく言うとですね、じゃあ言っちゃいますとね、この流れで言うと、細かい配点で言うとあれどこに書いてるかな、はい、握手会は1位から、5位まで書いてもらって、それぞれ5点4点3点2点1点という配点になってきて、ウェブ投票に関してはお気に入りのまず5本選んでもらうので、うん、それに関しては各1点ずつが分配されて、なおかつその中で最もお気に入りっていうものに対してプラス1点が加点されるということで、握手会の1位が最も重い配点になっているということで、現場勝負ですね、はい、これ1回目の時にデザインした集計システムなんで、これずっと続いているんです、はい、ですね、はい、いつか変えたいなと思ってるんですけども、なかなかこのシステム変えられてないので、まあ、もう続けざるを得ないというか、はい、このやり方でずっと来ています。いいと思います、はいはいね、で、一応あともう一つ言っておくと、だからその13、12回目までジェットストリームがぶっちぎり1位だけど、はいはい、まあ、時々いいのが来るっていうね、時々いいのが来ます。一昨年でしたっけ、はい、先ほどとしてブレンか、ブレンが来て、はいはい、あと去年はユニボール 1F が、はい、かなり憎い、はい、かなり来てた、ね、ブレンが落ちたんですよね、5位まで落ちたよく覚えてます、はい、そうそう、だからジェットストリームもさすがにベテランすぎるから、はい、ちょっとね分かんなくなってきては、現場が増えてるんだったらでもね、あの文房具いつも言ってる身からすると、はい、いつもいるよ。クレバチいつもいるよな。俺とか俺がいるのか。でもジェットストリームは本当いろんなバリエーションとかも含め、うん、必ずねいる、うん。どんだけゲルのコーナーが押してきても、うん、いる。まあそうだよね。あと会心とかも熱いっすよね。熱いし多色もあるので、ね、なんだかんだ強いのよ。ここに A ってやってます。ここに A よ。よし、じゃあ行ってみましょうかね。はい、そんな前提で皆さんお聞きください。第13回 OKB48総選挙、今年の結果発表をこの場でしたいと思います、はい、何位から発表していきましょうか、はい、今日は放送内でトップ10を発表していくんです、いくんですけども、うん、はい、まずじゃあ一気に5本第10位から19876まで、はい、はい、いきましょう。それでは日比さん発表よろしくお願いいたします。はい、それでは10位から6位までの発表です。第10位、投票ポイント449、これまで最高14位のペンがここに来てまさかのトップ10入り、握手会でその大人の色気に気づいた人が多かった。ゼブラゲルインクボールペンサラサグランド。おお、第9位、470ポイント、昨年の10位からワンランクアップ、今回の OKB でこのメーカーからエントリーしたのはこの1本のみ、うん、事務所の看板を背負ってよく頑張った。サクラクレパスゲルインクボールペンボールサイン ID プラス。あ、なるほど。第8位、497ポイント、発売当初は議論を巻き起こしたものの昨年の5位に続き今年もトップ10内に定着、すで、うん、に固定ファンを掴んでいるようです。このままブレずに頑張って。なるほど、うん、ゼブラエマルジョンインクボールペンブレン。うん、第7位、540ポイント、話題の新人が前評判通りの強さを見せました。 F の遺伝子を継ぐのは P の遺伝子です。ああ、三菱鉛筆ユニボール 1F の妹分、三菱鉛筆ゲルインクボールペンユニボール 1P。 おマジだ、おー P 来た、 P がね。第6位、570ポイント、実は去年も6位でした。新人が出てこようが握手会が増えようがビクともしないその貫禄はまさにドイツの皇帝、ドイツラミー水性ボールペンラミーサファリローラーボール。強いな、強いな。そして分かる。そして分かってしまった。さあということで、はい、10位から6位まで発表しました。面白い。さあ、はい、ということで、はい、まずはちょっとざっくり見てくればさん、いかがでしたか。はい、あのね、サラサグランドって1300でしたっけ、もうちょっとしましたっけ。あ、値段ですか、値段、はい、
値段が1300円、1100円かな、1100円が結構するんだけど、はい、なんかサラサのコーナーっていうのがやっぱり各文具コーナーにやっぱあるんですよ、はい、もう広大な、はい、でその中で結構グランドも書かせてくれるところが多かったので、なるほど、それでこの人気きたっていうところもあるんじゃないかなっていうのは少し感じました。なるほど、はい、じゃあちょっと一本一本伺ってもらって、じゃあサラサグランドについて、サラサグランドは、うん、まあ、サラサの、まあ、高級版というか、はい、サラサ110円に対して、まあ、サラサグランドが、まあ、1100円ということで10倍の値段なんですけども、うん、まあ、サラサを使い慣れた人が大人になって使うペンということ で、でそれがだんだん上がってきてるっていうのも、でしかも前回に比べて6ランクアップしてます、大きい6ランクアップということなんで、かなり今回は好成績だったかなというふうに思いますけど、うん、やっぱここら辺もやっぱりで握手会の方が圧倒的にこれ人気が高いんですよ、やっぱりいざ書くとなんだ、うん、はい、で握手会では実はあの順位が8位ということで、うん、だからやっぱりあのに、ウェブが20位に対して握手会8位、あ、そう、圧倒的だ、圧倒的、やっぱり触ってみて全然違うっていうところがあるので、うん、これはまあ今回握手会をやった、まあ、大きな握手会の票が多かったところが効いてきたんじゃないかなと思いますね。コンビニとかでねさらっとあるわけじゃないもんね、グランドはね、うん、そうですね、グランドはなかなかないですね、うんうん、でもやっぱり投票、ね、はい、じゃあ投票コメント紹介します、はい、これ握手会の、投票コメント紹介します、待ってました、正直サラサはクリップのイメージしかなくて避けてきたんだけど、うん、君となら和解できると思ったよ、和解今までごめんねデザインいいんだよ、なんかこうちょっと避けてたんだけど書いてみたら和解できる、デザインの件は分かる、玉さんもデザイン厳しいですからね、はい、俺はそのほか厳しいです、俺はものすごい汚い言葉を使ってすまん、はい、ということでやっぱり書いてみてその高級感にやられたっていう意見が多かったです、ギャップ、私もサラサグランド、あの、はい、一軍チームなんでね、僕も、はい、ありがとうございます、あ、中はねサラサがドライですけどね、はい、さあそして、第9位、はい、桜クレパスのボールサイン ID プラス、こちらですね、はい、うん、クレパさんいかがですか、ボールサイン ID 時代、うん、プラスされる前よりもやっぱ圧倒的に人気出てるなって感じはしますね、そうですね、はい、うん、昨年10位から3位ね、順位を上げておりますが、さあ文豪いかがでしょうか、うん、いやこれもですねやっぱりあのだんだん上がってきてるところがで前回よりも1個上がってるんですね、うん、ということなんでやっぱこれもやっぱその令和デザインの、まあ、ボールペンとしての、うん、ね、でしかも高級感があって、うん、まあ、だからボールサイン ID があって ID プラスがあって、まあ、だんだんこうボールサインからなんか進化してきた感がちゃんとありますよね、うん、なので、まあ、そこら辺がですねやっぱこの先端が重くなったことで書き心地がかなり良くなったっていうのもあったりしますし、うん、はい、だまあ見た目はかなり近いんですけれども全然違ってきてるっていうのがこれも今回も握手会の方が圧倒的にいいです、うん、握手会7位で、ウェブが17位ということで、うん、まあ、10位差があるということでやっぱこれも持ってみて良さが分かるペンかなと思いますね、物としていいって感じがすごいあるもんね、あと六角形っていうのもね意外と少ないですし、ちょっと鉛筆チップっていうか、うん、六角なんだけどでもあの2面は丸くなってるんですよね、2面2面が丸くなっているのでこう平らな面と丸い面で六角を作ってるんですよね、これ握手会の投票コメント紹介すると、はい、初めましてだったけれど綺麗に文字が書ける感覚に最初の一筆で歓声を上げてしまいました、はい、黒のバリエーションという新機軸もさることながらこれ黒のバリエーション、うん、いろんなインクのバリエーションが出たっていうことですね、はい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 、デザイン系のボールペンとして見た目書きやすさとしてもっと注目されます、ね、そうですね、あとプレーンもねやっぱ結構あります、ね、そうですね、あとプレーンもねやっぱ結構根強くずっといるっていうか、はい、うん、あとなんか三色展開のこうボールペンと、はい、シャーペンとね、はい、一緒になってるやつとかも含めて、はい、なんかこういい場所取ってるなっていう感じはありました、ね、あのクレちゃんのこのさ売りなんていうの売り場売り場イコール現場職めちゃめちゃ見てる感じ、今年現場ですげえ見たあいつ現場ですげえあったの俺ができんのもそれだけなんださあ、いやでもやっぱ登場2位で出てきてやっぱものすごいセンセーショナルだったところからすると、まあ、徐々に順位を下げてきて、まあ、今回のですね、まあ、3校下がって8位っていうのは、まあ、なかなかちょっと渋いなっていうところはあるんですけども、やっぱ新人がどんどん出てきてるっていうところで、はい、まあ、押されたりとかいろんなことが起こるっていうところでですね、まあ、今回はやっぱり、まあ、そうですね、まあ、馴染みになってしまった
ていうところで、うん、その新鮮な感じっていうのが、まあ、最初出てきた時はかなり得意な形だったので、あのだからデザインで選んだ人も結構いっぱいいたと思うんですよね、はいはいはい、それがなんかこうちょっと当たり前にもう馴染んできちゃったかなという感じがちょっとしますね。逆に言うと、まあ、あのもう本当に定番になってしまったので、うん、誰もが使うペンとしてあんなにちょっとなんか出てきた時、うん、変なペンだと思ったのに普通になっちゃったなという感じはしますね、うんうん、はい、ブレンすらちょっとこうデザイン型に見えるぐらいどん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 、はい、全体がミニマルな進んでるなっていう感じもありますよね、こういうのに比べるとね、うん、コメント紹介します。これウェブ投票で実は去年も同じ、紹介したのののさんという方なんですけども、はい、紹介しますね。気持ちがブレると字がブレてしまうが、これはブレずに書けるから、去年の離婚届に続き今年は転出届、転入届、銀行の氏名変更届、入院申し込み書や手術同意書、クレバファンクラブ会員証のサインなど一発で綺麗に決めたいものは全部ブレンで書いた。すげえな。久々の旧姓も綺麗に書けたと思う。この方去年ですね、あの離婚の届もブレンで書いたっていう投稿をいただいております、はい、ありがとうございます、はい、すごい精神性が入ってきて、ブレない気持ちを、ブレない気持ち、はい、ブレない気持ち、はい、ありがとうございます。ちょっぴりでちょっとペースアップしていきますかね、はい、そうですね、第8、はい、そして第7、はい、インボール1 P が来た。 P ちょっとね、ですね、はいはい、ちょっとね、驚きの声がクレちゃんが言ってましたけど、なんかあのこう女性にいいんじゃないかと思って女性に持たせたら、うん、いまいちって言われたりとか僕はしてたんで、うんうんうん、まあ、ちょっとびっくりしました、まあ、短くてちょっと重心の位置も変わっているね、うんうん、ありがとうございます。さあ、文豪いかがでしょうか。最近やっぱりあの手帳が小型化してるっていうところがあって、まあ、それと一緒に持つ、あで特に女性の方が、まあ、手帳と一緒に、まあ、ポーチの中に入れたりとかするんだったら、まあ、ちょうどいい長さなのかなっていうところもあって、うんうんうん、形も結構あのやっぱ女性受けは全体的には高いっていうところで、まあ良かったんじゃないのかなというふうに思います。で、まあユニボール 1P はどちらかというとウェブの方が人気が高いペンになります。ちょっと書くのにいいですよね、うん、なんか長く書くのにあんま向かないかと俺は思いました。あとやっぱり P っていうかユニボール1なので、ワンインクがやっぱ黒くてはっきりしてる、もうここはやっぱり、まあ、ギネスですから、ベースの実力がね、そもそも、はい、あのゲルインクで最も世界で最も黒いインクとして認定されたっていうところもあってですね、非常に、あの発色がいいっていうところもポイントですね、さあ、コメントの方はですね、握手会だと、今単色のボールペンでは一番使ってるかもしれない、木を照らってるだけと思ったけどいろんな場面で使いやすい、特にこの季節手袋をしてても使いやすい、あ、なるほど、なるほどって感じですね、まあ、だからそのさっきクレちゃんが言ったパッと使うっていうのがね、確かにってあるかもしれないね。なるほど、手袋して使おうその視点なかった、さあ、そして6位ラミーサファリ、まあもう結局ね、定番の外車、が1台入ってるみたいなそれは好きだよ結局、まあでもさ、いいんだよ、はい、うん、もうそれ尽きる結局いい、結局いい、気づくですね。OKB においては外国勢ってなかなか上位に来られないんですよね、やっぱり日本のペンの良さっていうのがずっとね、あのどんどん新しいものもいいのでどうしてもそうなりがちなんですが、その中でやっぱりもうずっと不動の位置を、しかも徐々に上がってきてるところもあるので、まあ、ここはやっぱすごいですよね、はいはい、まあ、一時20位台ぐらいだったんですけども、まあ、今はもう6位ということで、この持ち心地ないですしね、なんか他にね、この形状っていうか指がうまくこう添えられる形っていう、やっぱりコメントでもラミーはやっぱり文房具好きとして憧れですみたいな、やっぱりこう憧れて初めて使ったらやっぱり良かったみたいな声が目立ちましたね。なんかゴルフとかさ、はい、ワーゲンとかわかんないけどさ、なんかもう常にそこにいて可愛いし、そうそうそう、質もいいしみたいなさ、もっと着たいやつ、理想のドイツって感じです。自慢されたドイツ、ここでなきゃって感じ、ありがとうございます。さあ、ということで、6位までの発表してまいりました。続きまして、5位から3位までいっちゃいたいと思います、はい、かね、では日比さん発表お願いいたします。はい、それでは5位から3位までまいりましょう。第5位、610ポイント。昨年4位から一つ順位を落としてしまいました。誰もが認めるその実力は折り紙付き。おっと。なのに突き抜ける何かが足りないのか。頑張ってくれ。このまま無冠で終わる玉じゃないだろう。ペンテル、ゲルインクボールペン、エナージェルインフリー。ありゃ。第4位。694ポイント。初登場の新人ペンがまさかのこの順位。握手会での歴史的な大躍進が順位となって実を結びました。間違いなく今年の台風の目です。
オート水性ボールペン CR01 イエーイあとで説明しましょう、後で説明しましょう。第3位711ポイント昨年3位、そして今年も3位、今回もまた上位2本の牙城は崩せませんでした。ただしすでに多くのファンを獲得し、これからマイペースに愛され続けていくのでしょう。パイロットゲルインクボールペン13分。おさあ、ということで役者が来ちゃいました。さあ、ということで第5位、まさかのエナージェル、ちょっと落ちちゃいましたけど、私むしろエナージェルに最近戻してるぐらいなんですけど、さあ、クレイさんいかがですか。エナージェルはあの点7 0.7、あ、すいません、 0.5 ミリ問題があるんで、はい、どっちも書いてみてくださいと言いたいです。はい、はい、ペン先が全然違うんですね。そうですね。はい、さて文豪いかがでしょうか。いやいや、もう本当にインフリはね、就活ペンとしても人気の、であのね、速乾性があって書き心地が良くて、歌丸、うん、さんも以前は使ってましたよね。はい、いや私今最近あの、はい、ブルーブラックのこれを伊賀さんに、伊賀大輔さんにもらって、この 0.5 に、うん、点5にしてます。はい、いややっぱりね、安定の書き心地とね、でやっぱり 順位もね、あの今回はまああのちょっとねあれですけれども、やっぱずっとこのいいところには来てるんですよね。多分そのエナージェル自体は変わんないんだけど、ちょっと押し出されたのかもしれないですね。そうですね、うん、新人の躍進 で、ね、まあ、若干このエナージェルもやっぱりあんまり動いてなくて、上がったり下がったりをずっと繰り返してるペンなので、まあ今後もまたもう一回上がる可能性も十分あるので。なるほど、はい、後ろだ、うん、まあ、信頼できるペンですね。投票コメント、ウェブ投票のコメントを紹介すると、はい、書き心地、発色の良さはもちろんだが、この価格帯ではダントツで目で見て楽しく、テンションの上がる一品、から、ね、空張りでまとめて飾っているのが目の保養、至福の時、という里彦パパさんの投票コメント。要は今透明 の、 軸あのグリップなんですね、ボディなんですね、はい、中のインクが見えて綺麗だよという話ですね。これ黒だからちょっとね、今デザインも改善されました、ね、はい、透明になって随分ね人気が上がりましたよね。そうですね、綺麗なんですよね、ディスプレイ。さあ、そういうことで、まあ、エナジェルはね、まあ、常にこの辺りにはいてくれるという感じがしますが、はい、さあ、そして第4位、もう、うん、クレちゃんが喜びの声を上げていた、はい、はい、水性ボールペン CR01、俺は握手会した結果、これが1位でした。握手会の結果なんだ。握手したい。これね、この重さ、はい、ちょっと値段も高いかもしれないけど、この重さ、形と、そしてデザイン、はい、この書き心地、はい、そうか、俺もさ、投票で、はい、はい、歌丸さんはね、5位にこれ入れてます、うん、はい、あの入れざるを得ない、はい、弱点でつけてます、歌丸さんは。絶対にこのペンが必要な朝が来ます。朝かっけー、どんどんモーニングだ、大丈夫大丈夫ですか。俺毎朝書いてるんですよ、うん、朝起きてなんか手に力が入らない時とかって、ちょっと重めのペンでさらっと書きたい時があるんですけど、絶対にこれ俺が必要とする朝が来ますから。そしてもうさ、デザインパーフェクトだよ、これ最高っすね、完璧だよね、もうね、最高、うん、さあ文豪いかがでしょうか。以前にセルサスっていう名前で近い形のものがあったんですけれども、うん、そこからでもやっぱりだいぶ良くなりましたよね、うん、見た目もかっこよくなったし、あと実はよく似てるようで、この中のインクもちょっと良くなってるんですよね、うんうん、中身が変わっていて書き心地が日比さんの負けたみたいな顔してる、ね、お手上げだよみたいな顔してる。いいよね、私今初握手だったんですけど、うん、やばい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 、え、なんかかっこよくなった気持ちになる、自分がわかります、なんか自分のレベルが上がった気がする、これを使ってるだけで。これ一番にあるのは新人だからですか。そうです、新人 の、 あのエントリー順として、単にあの発売時が新しいから、いやだからみんな戻ったよね、ここ。そう今握手会始めた時って、あれあれあれ令和ロマン状態です、ね、確かにエントリーナンバー1番、はい、じゃあ投票コメント、握手会で、まあ非常に大きな結果を残した、これ後で詳しく言いますけども、とにかく握手会での反応がビビッドで、はい、新人の中でナンバーワン、推薦ボールペン界の新スタンダード、やばい、まさかの新人が神か、世界が変わりました、書きやすさナンバーワンかも、というように、はい、非常に握手会で熱狂したコメントが目立ったのが特徴です。推薦、はい、にしてね、はい、ガッときたって感じですね。さあ、そしてあのちなみにですね、あの CM 前のこの時間帯はこの3位までということにさせていただきますので、なるほど、うん、サクッといきたいと思います。第3位、ジュースアップ、はい、来た、うん、大好き、クレちゃん、たくさん書いて、はい、でジュースアップ久しぶりに書くと、うん、やっぱりいいなってなるのが本当にジュースアップ、この先端の形状もいいし、はい、うん、細い字書きたい人なんかやっぱりおすすめですよね。
実はちょっと前のペンなんですけれども、まああのね、令和デザインを先駆けたという感じのこのシンプルな形が、まあ、今でも人気ですし、あとやっぱこのジュースっていう名前のね、このジューシーな感じ、はい、インクのジュルッと出てくる感じがやっぱりいいですよね。細くてカリカリ系に思えてしっかりインク出る、そうだね、おっしゃる通りですね、はい、握手会でもそういうコメント目立って、カリカリだろうと思ったらジューシーな書き味びっくりします。あと細字会優勝、ジュースアップしか勝たん、クリップの独特な形も大好きですみたいな声が目立ちました。愛が溢れてますね、うん、固定ファンがしっかりいるような感じはありましたね。いやしかし3位は相当ですよ。3位なんだよ。だからここで安定して本当に強いんだろうなっていう感じもしますね。毎回確実にステップアップしてきてるんですよ、うん、だからどんどん上がってくるペンってそんなに多くないわけですよ、うん、なんでこれはやっぱり実力がすごいなと思います。そうだよね、うん、はい、ということで、いやということで今ねOKB48 第13回3位の発表までしましたけど、はい、2位から1位の発表は、はい、お知らせの後お送りしたいと思います。さあということで OKB48 総選挙第13回の発表、ここから先なますところは第2位と第1位、まあ、第2位発表した時点でそのさっきから言ってる そのね、はい、ジェットストリーム13連覇かどうかっていうのは測るわけですよね、はい、ということで日比さん発表お願いします。それでは第2位から発表いたします。第2位、得票数ここからは1000ポイント超え、1081ポイント、1位と2位の一騎打ちです。さて去年言ったことをまた繰り返すのか、歴史はまだ変わらないのか。第2位は三菱鉛筆、去年もやっぱり2位でした。ゲルインクボールペンユニボール 1F。 そして第13回 OKB48 総選挙第1位は得票数1474ポイント、やっぱりあんた強すぎるよ13連覇達成おめでとう。三菱鉛筆油性ボールペンジェットストリームスタンダード、いやでもな、はい、なんか毎年さそうだけどさ、はい、まあしょうがないな、いろいろ考えるとあるんだよね。そうだな、でもさ2位以降1000ポイント超えって全然違う、いい勝負でしょうね、はいはいはい、いやこれクレちゃんまずは2位1位見てるいかがですか。僕は 1F 結構毎朝っていうか一番朝書くのに使ってるボールペンの中で一番ぐらい使ってて、まあ推し的なところではあったんですけど、うんうん、まあ、この差つけられるともうしょうがないのかなって感じはしますね。さあ文豪いかがですか。いやそうですね、ただまあ本当にですねさっきもあったように10位の中で、まあ、ブレンが一応、まあ、あの油性 の仲間ですけども、うんうん、それを除くとジェットストリームスタンダードだけなんですよね、油性で頑張ってんの。いや、うん、本当だ なので、まあ、本当に、まあ、油性を全部背負ってそこにいるっていう感じがちょっとしますね、うんうん、なので、まあ、油性の中で独り勝ちしてるっていう感じはちょっとしますけどもね、はい、うん、さあということで、はい、それぞれ皆さんどんな思いで投票したのか、はい、まずユニボール 1F の方でいくと、はい、やっぱり打倒ジェットストリーム、お前しか勝てるやつはいない、うん、限定色展開にも好きなし 1P と票が割れないことを祈る、あということで 1P と 1F で食い合っちゃうんじゃないかっていう心配されてる方もいらっしゃいましたね、はい、うんうん、ちなみに足したら勝てるのかな、足したらどうなんでしょう、足したら勝てる、勝てるかもしれない、勝てるかもしれない、うん、でもさ、はい、F と P ってちょっとそう違う気しない、確かに、まあ、そうですね、そうですね、でジェットストリームの方は、投票コメント先に紹介しておくと、やっぱり文具店で試し書きをしたら最後に書いてやっぱりこれだなということになったという、うん、やっぱりこれだなみたいな意見は本当に多いのがジェットストリームですね、わかります、はい、うん、いやでですね、うん、1個だけちょっとこれ今回本当に特記すべき非常に大きな動きがあったんですけども、はい、この今回の台風の目玉といっていいオートの CR01 なんですけども、うん、はい、握手会で非常に記録的な得票を稼いだと言いました、はい、実は握手会でだけの得票を集めると
1位なんですよ。そうほら、オートのこの CR01 という、現場ナンバーワン、はい、マジで今までジェットストリームってウェブ投票でも1位、握手会でも1位、つまり人気も実力もあるから絶対王者だよねっていうのが、うん、まあ、ジェットストリームの強さの背骨だったわけです、はい、ところが今回初めてやば、13回目にして初めて握手会を抜いたんですよ。鳥肌立った。やべえ、実は歴史動いてんだ。すごいな。マジか、ねじれ国会参議院衆議院みたいな感じもね、だから声を大にして言いたい、大戸さん試し書きさせてくれ、文房具店で。あんまりないんですよ。セルサスの時から言ってるんですけど、あんまないんですよ、気づけない、もったいない。こんなにみんなを一発で魅了するペンがあっただろうかってことだよね。ライブめちゃくちゃうまいのにシングル出さないみたいな感じなんだ本当だね。これ1980円、安いです。やっぱり書いてみると、うんうん、価格よりももっと超えてきてくれるので、うんうん、そこの点も感動がやっぱり深いですね。今回のでもこの結果でさ、はい、さらに注目集まって来年またさらにちょっとね、はい、来る可能性もあるよね。地殻変動は間違いなくだから起こっています、うん、ここ数年で。そうか、それはびっくりだわ。面白、そうなんですね。面白いわ。でもそう考えるとあれですね、ちょっと前までのジェットストリームがただただ強くって、はい、ダブルスコア以上で、はい、話なんねえなみたいな感じともちょっと違くて、もう違うと思います。結構群雄割拠は群雄割拠だし、はい、ね、なんていうか時間経つにつれてやっぱ分かんねえぞって毎年一応あるから。あります、そうそう、それが本当に現実的にちょっとなり始めたのは今年、目に見える形で握手会で1位になったっていう。理想のプロ野球だよね。すごいすごい強いチームとがいて、でも肉薄してんだけどでも王者は王者で、はいはい、一番リーグに人気が出るタイプ間違いね。やべえ、これ大型新人だわ。オートの CR01 覚えてください。僕もでも今回の結果見ててもやっぱすごい、どれ見てもああなるほどって思うし、はい、あ、やっぱこれだったかもなとかいろいろ思い出しちゃって、いや最高ですね。最高ですよね、本当に最高の祭りですね。この上位十傑なんかもう本当にすごいなって思いますよね。でそれぞれがやっぱり強すぎる部分があるので、まあどうしてもね、やっぱりどうしてもゲルが割れますけど、やっぱりこれはね、どんどんシフトしてってる感じが、うん、こう平均値がどんどんシフトしてる感じがあるので、うんうん、いや三菱もどこまで、ね、ジェットストリームもどこまでっていうのはありますからね、はい、特にね、例えばその書き味もそうだけどデザインの進化、さっきクレちゃんも言ったけど、ブレンでさえちょっとデザイン、ね、ちょっと、うん、してるような、多く見えるぐらいの感じで、うん、これ来ちゃったらさ、はい、もうね、はい、でもこの CR01 は3色あるんですけど、あと、うん、の2色は迷彩グリーンと迷彩グレー。そうだ、なんそうだ、それ弱点、そうだ、そうだ、握手会の時になんでなんで弱点ベージュとかでないのよ。どう考えてもさ、ワントーン向けじゃん、ね、ワントーン向けじゃないのよ。どうしたどうした。多分オートさんに、はい、この商品の魅力をちょっと客観的にお伝えしたいですよ、はい、ここがいいんですよっていうところをね、はい、であとはやっぱちゃんと皆さん手に取れるような環境があればさらにさらに人気出るかもしれませんね、うん、ということでございます、はい、わー、いやー、新しい楽しみ方だった、はい、やばいやばい。ということで、まあ、お知らせごとねこれから伺うんですけど、 OKB まずその今日は10位までしか発表してませんけど、はい、これ以降どうなっていくんでしょうか、はい、公式サイトに全ての順位がこの後すぐ発表されますので、はい、他の順位の気になる方は OKB48 で検索すると公式サイトすぐ出てきますので見てください。はい、で大感想戦というのを今週の土曜日に行います、うん、14時から16時までですね、土曜日に、はい、文豪の公式、YouTube のチャンネルで2時間ほどの、大感想戦というのがありますので、気になる方はそちらアクセスして時間で収まりますよ。いやもう毎回カツ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 ですよ。じゃあこれはぜひということですね。これは OKB の公式、はい、公式サイトか、文豪の YouTube 公式チャンネル見ていただければ。あ、でも無料配信なんだ、すごい、はい、やります。ふとちょっとちょっとクラウドファンディング無料クラウドファンディン ィング無料がすぎんじゃないのちょっとね、うん、はい、ということで OKB48 に関してはそんな感じ、はい、じゃあそれぞれのお知らせごとを伺っていきたいと思います。じゃあまずじゃあ文豪、はい、先ほども出ましたけれども、人生が確実に幸せになる文房具100っていう本を出しましたので、まあよかったら、買ってください。はい、はい、はい、すごい本でございますけどもね、はい、そしてクレちゃん、結構時間たっぷりあるからたっぷりお知らせ落としておきましょう。あ、マジですか、うん、20周年もあるし、そうですね、6月18日で20周年3月20日桃太郎フェス2024岡山、5月25日土曜日グリーンルームフェス赤レンガ倉庫、
それからさっき言ってくれた2月14日もうすぐですね、三浦大知くんのニューアルバムオーバー全開という曲で参加してます、うん、それから1月31日にあのオジロザウルスマッチョのライブ DVD 俺が参加したやつ、うん、それが発売になってるんで、うん、来れなかった人多いと思うんで見てくださいという感じでしょうか、うんうんうん、はい、ということで、はい、今年も終わってしまいました。そうですね、はい、ね、このまま飲みたいっすね。いやー、言うなよ。飲みたいし、もう一回握手したいもんね。もう一回やり直したいですね。これの並べたまんまで飲みたいですね。いやいやいや、もう今日は発表の前からもう打ち合わせの時点からもうクレちゃんとさ、ズボが始まっててさ、一瞬も横道にそれなぎままボールペンの話し続けるっていう、ここにないボールペンでお揃いだったんですよ。その話で確かに、でもこのエントリーしてるやつだけじゃないもんね。そうですよね。そう、微妙なバリエーションもいっぱいあるからさ、例えば俺このユニボールエアマイクロとか推しなんだけど全然入ってないけど、でも自分の好きなペンってあると思うし、順位とかじゃなくてそれに出会えるっていうのが面白さだと思います。これだからぜひ来年のその機会には皆さん本当握手会一度やってみというね、そしたら全部世界も変わりますからね。はい、さあということで、以上第13回 OKB48 総選挙結果発表でした。ということで文豪遅ればさんありがとうございました。ありがとうございました。ハッシュタグ歌丸アトロック。